はいどうも、お初にの目に隠れます。地球上のすべてに等しい生き物の嫌われ者、キモヤマン37と申します。よろしくお願いいたします。というわけでして、今回ですね、お送りさせていただきますタイトルはこちら、死因というわけでして、今回で動画本数的に言うと34本目ということで、今回も頑張ってね、頑張ってというかその楽しくね、実況の方やらせていただきたいなと思います。で、ですね、こちらのタイトルは今もね、ちょっと触れたんですが、実況という形でもってやらせていただいておりますので、非常にその、この通りぶさぼうな上に滑舌も非常に悪いので、奇跡的にもね、こちらの、動画をご視聴くださっている方の中で、そのせいで非常にね、ご気分の方を悪くされてしまう方もおられるかと思うのですが、そこはどうか、長い目でね、ご容赦いただけたら幸いかなと思います。いずれにせよ、ぶさぼうなりに一生懸命頑張って、ご視聴くださっている方にね、少しでも楽しいな、面白いなと思っていただけるようにね、頑張って、やらせていただきたいなと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。で、今回ですね、前回の続きということで、非常にキリの悪いところでね、ちょっと終了させてしまったんですよね。で、今回まあそんな感じなので、非常にキリの悪いところからまたスタートということになりますので、そこだけね、ご容赦いただけたら嬉しいなと思います。ごめんなさい。では早速ね、続きの方やっていきたいなと思います。それでね、ごめんなさい。前回はちょっと言い忘れちゃったかな。死因をね、やらせていただくときは、毎回ね、攻略サイトを片手に、やらせていただいております。で、なんていうか、初見でね、このゲームは一応やらせていただいてるんですけど、結構ね、こういった形のゲームになるので、選択肢を間違えるとね、また、最初からやり直してっていう風な感じで、結構そのテンポが、悪く、なってしまうので、自分的にもね、あと、ご視聴くださっている方的にもね、あんまりテンポの悪いところをね、お見せするのも非常に申し訳ないっていうかね、恐縮だなと思うので、もう最初から攻略サイトを見てね、正解を進んでいく方が、サクサクね、こうテンポよく進めていこうがいいかなということで、毎回ね、攻略サイトを見ながら、こちらプレイさせていただいております。まずそこだけね、ごめんなさい、お断りさせていただきたいなと思います。はい。では行きます。これから多分ね、デッドリーチョイスっていうやつがあるんですよね。で、これがね、また、時間制限のあるね、選択肢のやつなんで、これがミスるとね、ちょっと怖いんですよ。なのでね、攻略サイト見てるっていう。思考が急速にぼやけていく。今までに何度も見てきた夜明け前のしりしりとの様子の変貌。あれが今、自分に起きているのか。高山様、お待ちください。かっこ、殺すな、殺す。ソファーの方からメリーの立ち上がる音がした。このままだとウサギと同じ運命だ。逃げなくては。ああ、怖い。ほら、来た。我が部屋の赤きな顔したべ。ああ、怖いよ。耳元で何かが囁いた。そうだ、あの声だ。だが我が部屋とは一体。よく考えろ。この声の主は誰だ。この声の主は誰だ。安岡は言っていた。自分を大切に思う誰かの声だと。来た。レイ、ダイ。メリーが近づいてくる。どうする。来るぞ。階段を駆け上がり、九条さやの部屋へ飛び込んだ。攻略サイトね、見てるんでね。まあねって感じですね。部屋はホール同様、闇に包まれていた。声は、我が部屋の赤き中を調べると言った。そこに何かあるのだろうか。だが、どこを調べればいい。おお、ここで。床には九条さやの血痕が広がっていた。あれから10日だ。もちろん乾いている。
暗くてよくわからなかったが、血痕の上に何かが置いてあるようだ。前に調べた時には何もなかったはずだが。なんだ。手に取るとそれは小さな巾着袋だった。中には円筒形の硬いものが入っている。窓から差す月影の下で確認すると、なんじゃ。あ、それは小さな仏像だった。まさかこれが念持仏なのか。仏像は血痕のようなもので汚れ、まがまがしい空気をまとっている。汚れがまだ払われていない。見た瞬間自然とそのことが理解できた。そして妹る式に念持仏のことを思い出していく。50年前九条家の当主はこの念持仏で、メリーの力を奪い取り、念持仏を彼女の中に入れて封印した。1ヶ月と少し前、メリーからそれを取り出したのは自分だ。マジか。それによってメリーの力を取り戻した。その時に見た念持仏の姿は今と同じ、汚れがあった状態だった。50年間メリーの力を封じ続けた結果の汚れは、汚れを払うために自分は、正常なる H 神殿の境内に、念持仏を置いた。汚れが払われるには時間が必要だったからだ。今はもう7月、名護市の払いは過ぎたはず。なぜ汚れが残っている。あの日黒いウサギが加えていたもの、おう、それがマスターキーではなく念持仏の入った巾着袋だとしたら、念持仏は7月より前に H 神社を離れたことになる。神社の前でメリーを見たウサギは彼女に念持仏が見つかることを恐れ、やむを得ず持ち出したのだろう。隣の部屋の扉が開く音がした。メリーはこちらを探しているようだ。メリーはしるし人の気配を察知できるはずだが、どういうことだろうか。もしかするとサイの血が自分を守ってくれているのか。それを我が最後の場所に。耳元でまた声が聞こえた。はい、声の、主であろう彼女の最後の場所がここでないとしたら、あとはあそこしか考えられない。メリーが隣の部屋にいる間にホールへと駆け寄れた。そしてメリーのソファーの、そば、ウサギが死んでいた場所へ向かう。会員に追い詰められたり声をかけ救いの手を差し伸べてくれたもの。もし最後の身代わりにいたとすれば、あの線こそそうに違いない。ふと手元へと視線を落とすと、いつの間にか念術の汚れは消えていた。さや、これでいいのか。死してなお記憶を失った自分を見守ってくれた彼女に声をかけた。黒き死因にかざせ。そこでささやきは消えた。どこかで床板のきしむ音がした。ついにか。顔を上げ真っ黒闇をいただいてそびえる、正面階段を見据えた。ああ来た。踊り場にぼんやりと黒い人影が浮かび上がった。怖い。怖すぎるだろ。印が痛み出す。頭の中が真っ白になる。ああ来た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 。メリーが近づいてくる。体が言うことを聞かない。うわ怖い。怖すぎる。メリーが首に触れた。首が。ああ。嘘。
相手に力を込めた瞬間、霞にかかっていた頭がクリアになった。しかしまた急激に意識変更をやって、今ならまだなんとか腕が動きそうだ。念じ物を呪力の源たる黒き神にかざせ、チャンスは一度だ。メリーのどこに念じ物をかざせばいい。もう怖すぎるよ、これ攻略ないときついよ。前溶かした感じの思い手を動かし、念じ物をメリーの右腕へ押し当てた。メリーは隠しているが、黒き指紋は右腕にあったはずだ。そう、ヘルターだ。メリーに次々と印が浮かび上がる。血の色をしたその印は、彼女に殺された人々の呪詛なのかもしれない。ここは今までで一番怖いんじゃないか。めっちゃ怖いな。ああ、やりましたね。攻略サイト様々ですね、本当に。怖いわ、しかし。まさかメリーが最後に出てくるとはな。メリーはこのままに砕けた。本当にやったのだろうか。右腕へと視線を打つ。あ、消えてるじゃん。印は消えていた。やったのか。ついに、やったんだな。思わず気持ちの口から、漏れ出る。サヤの犠牲の末に得た結果だ。大縁談とは言えないが、今くらい無邪気に喜んでもいいだろう。いいの？あ？頭の中を、覆っていた霧が晴れていく。穏やかにだが、記憶が戻りつつあった。改めて薄い身に包まれたホールを眺めた。自分はこの九条家のことをよく知っているはずだ。なぜなら自分はいつの日かのように2階の時計の鐘が狂ったようになり始めた。近づくと鐘の音は止んだ。その様子はまるで意志があるかのようだ。そういえばこの振り子時計は手先の器用な九条家の祖先が作ったと聞いている。もしかすると例の飲みが使われたのかもしれない。そうだ、この時計に。時計の塔を開き、中に手を突っ込む。硬いものが手に当たった。取り出すとそれはボイスレコーダーだった。再生ボタンを押すと、聞こえているだろうか。九条正宗だ。あ、喋ってる。レコーダーから流れてきたのはよく知っている男の声。え？自分のものだ。あ、そうなんだ。万が一に備え、こういった形で記録を残しておくことにする。書類やファイルはあの人形に処分されるかもしれない。だが文明の利器ならば気づかない可能性がある。声を聞いているうちに少しずつその時のことを思い出していく。これを録音したのはメリーに印を刻まれる直前だった。さて、何から話そうか。事の始まりは5年前。俺が九条家を継いでから2年目のことだ。妹のされた倉庫を総理して、
ごめんなさい、整理していた時、あの人形の入った桐の箱を発見した。封を解き、一目見た瞬間からまがまがしいものだと分かった。だがその正体を理解するまでに多少の時間がかかった。記録が残っていれば早かったんだが、50年前人形の力を封じた俺の時祖父は記録を残す間もなく急死した。おかげで人形のことは子孫に伝わらなかったというわけだ。それでも俺はその人形を戦中に陸軍研究所へ供出されたものだと突き止めた。研究所のことは地下壕に住んでいた妙なじいさんから聞いた。その後人形の情報を集めるために海外へ行ったんだが、そこで俺は事故に巻き込まれ行方不明となった。そして最後九条家を継いだ。俺が最後と連絡を取れたのは彼女が家督を継いだ後だった。家督争いなどバカバカしい。だから俺はサヤを説得し、表向きは行方不明のままにしてもらった。もっとも戸籍上の九条の三名はちゃんと生きている。そうでないとパスポートも免許も発行できずに不便だ。話がそれたようだ。人形の話に戻ろう。お、そんな幽霊みたいな俺がこの国へ戻ったのはつい先週だ。海外で心霊術の専門家に話を聞き、人形を放置できないと判断したからだ。呪力を抑えるため人形の中にはとある念じ物が入っているのだが、その念じ物の呪力を吸収する力が限界に近づいていた。このまま放っておけば念じ物は壊れる。そうなれば人形の呪力を抑える手段はなくなってしまう。それが考える 最悪な状況だ。ではどうすればいいのか。俺の出した結論は、人形から一時的に念じ物を取り外すことだった。取り出した念じ物を洗浄の場所に1ヶ月ほど置いて汚れを払い、また人形の中に埋め込み直せばいい。これが成功すれば数十年間は人形の力を封じることができる。問題はその1ヶ月だ。念じ物を取り出した後の人形がいかなる呪いを振りまくのか予想がつかない。もちろん最悪を防ぐための努力はするが、俺の力など念じ物に比べれば自義に等しい。人形の力を抑えられるとは限らない。50年前の惨事のように犠牲者が出る可能性もある。だがこれは必要枠だ。より大きな犠牲を防ぐためにはやむを得ない処置なんだ。俺はこれから人形を解体し念じ物を取り外す作業に入る。願わくば俺の想像するような最悪の事態が発生せず、この記録が無駄になることを祈る。もしもこれを聞いている君の友人や家族が呪いの犠牲となったのなら、すまなかった。ここでテープは途切れた。くそ。爪が手のひらに食い込むほど拳を強く握りしめる。テープの声は自分のものだが、他人に対するような怒りを覚えた。その1ヶ月、しりしによっていくつもの犠牲が出た。自分自身も妹のサヤを失った。それも恋の言うやむを得ない犠牲の一つなのだろうか。自分はそれが許せなかったよね、これ。いや、これは許せないでしょ。どうなるんだろう、これ。これはいいんだよね。自分の気持ち、感情的には、まあ、許せなかったかな。これでエンディングが分岐するってなるとちょっと怖いんだけど、今のところセーブね、できてないんで、仕方ないと思ったってことはないでしょう。許せなかった。記憶を失ったあの時から自分は高山仁なのだ。九条政宗の所業に対し怒りを覚えて当然だ。自分だよ、自分ですもんね。そうは言ってもね。お
終わりました。第5章観音寺観。あれから2ヶ月と少しが過ぎた。おお、時折吹きつける肌寒い風が夏が終わりに近づいていることを告げる。その2ヶ月の間、印にまつわるさまざまな後始末があった。九条左右の供養に、うさぎの埋葬、生き残った印人たちとの連絡。H 市地下壕にあった仏像の供養もそのうちの一つだ。仏像は印と関係なかったようだが、放っておくのも忍びない。何より事情を知ったクリスティが黙っているわけがなかった。クリスティ指導の下、指導のもと安岡、大門、バンシーの協力もあって、壊れた仏像を地下壕から運び出し、H 神社の境内へ供養した。今では自分の記憶もすっかり戻っている。だが未だに自分が九条正宗だったとは思えないでいる。過去の思い出も紙に書かれた記録を読んでいるように読んでいるような感じだ。とはいえ戸籍上自分が九条正宗なのは事実だ。九条家は自分が継ぐこととなった。複雑な心情ではあるが、これも自分を救ってくれた九条左衛の恩返しと考えるべきだろう。終わりかな。九条正宗についてだが、彼は7年前九条家の当主となった。学級肌の内向的な男で人付き合いは良くなかった。表に出るのは九条左衛に任せていたので、彼の顔を知っている人間もまれだろう。写真もマイナーな地元の新聞に載ったものくらいしかない。九条正宗が九条家の倉庫で偶然メリーを発見したのは5年前だ。そこから運命は大きく変わった。メリーのことを調べるため海外を旅行していた時のことだ。ある国で事故に遭い、半年ほど意識不明の重体となった。さらに運の悪いことに、その国の手違いで身元不明の旅行者として扱われた。それが不幸な出来事なのか、メリーの呪いなのかはわからないが、ようやく祖国と連絡が取れた頃には最後の九条家を継いでいた。あとはテープで語られていた通りだ。一番の予想外はメリーの力が想像以上に強大だったことだ。彼女の力を抑えるため、こちらの準備した霊的な対処はまるで役に立たず、予想よりも短時間で記憶を奪われてしまった。そもそもメリーとは何だったのか。一説によれば19世紀にある人形師が魔術的な方法で作った人形らしい。また別の説だと、非業の死を遂げた少女の霊が人形に宿ったのだとも言う。諸説あるあれども、結局あのような人形が誕生した経緯は謎に包まれている。ただ事実としてメリーの持ち主は次々と無残な死を遂げていった。そして大正の昔、大塚だった当時の九条家当主が手に入れたそうだ。呪いの話を知らなかったのか信じていなかったのかは分からないが、それが後に惨事を引き起こす。メリーが明確な意思を持ち、怪異を生み出すほどの力を得たのは、例の地下壕で大惨事が起きる直前のようだ。あそこに渦巻いていた絶景の犠牲者や仏像たちの怨念が、覚醒のきっかけとなったのかもしれない。メリーの正体が何にしろ、彼女のせいで多くの人間が運命を狂わされてきた。その中に自分や他の印人たちもいるわけだ。そういえば、怪異の夜を生き延びた印人たちの近況についてだが、あ、萌ちゃん、渡辺萌はオカルト雑誌月刊オーパートのアルバイト記者になったそうだ。怪異の話を聞くために九条会のインタビューに来ることもしばしばだ。ああ、吉田司は1年後の事件戦争に出て塾通いで忙しい日々を送っている。彼からの手紙には全国模試の結果が良かったと自慢げに書いてあった。そっか。ああ、出た、この人。マシタサトルには以前の約束通りに一杯おごってもらった。彼はどうやら探偵業を始めようと考えているらしい。一緒にどうだと誘われたが、果たして本気だろうか。ああ、出た。
長島翔は相変わらず喧嘩とバイクの気ままな日々を送っている。ただ最近どういう心境の変化か、近所の草野球チームに入ったそうだ。だからなんだ。クリスティか。有村クリスティは過去の恋愛遍歴をまとめた暴露エッセイを書き始めたらしい。芸能界へ返り咲くための第一歩のようだ。頑張ってくれ。ああ、出た。すずちゃん。森宮すずは無事に父親と会えたらしい。その後自分に、両親の復縁のためのアドバイスを求めてくるようになった。それが役に立ったのかどうかは謎だが、最近家族3人で食事をする日もあるという。いいじゃん。あ、出た。中松エイトは相変わらずの調子で、電子掲示板の巡回を生きがいにしている。ただちょっとした変化として、最近は食案に通い始めたそうだ。そうか。定食について、すずの日本となる音になりたいそうだな。何も言うまい。あ、出たアイドル。柏木愛はラブ&ヒーローの一員としてテレビで見かけない日はない。約束通りにチケットを送ってきたが、この年で若者向けライブを一人で見に行くのは勇気がいる。だろうね。あー、出た。安岡とは子は今まで通り銀座で占い師を続けている。彼女はどうもこちらのことを霊能力者だと思っているらしい。霊障に悩まされる客に苦情感を紹介するのは勘弁してほしい。あ、この人もか。疲労まどこは研究員としての日々の傍ら近くへ通っているようだ。よくバンシーと揉めているが、その口は自分にこぼすのやめてほしい。あ、大門さん。大門修二は胸の使いが折れたのか、体調が少し良くなったらしい。そう見えないけど。今は近頃の情報公開と、慰霊碑建設のため、関係者の説得に勤しんでいるような。あ、出た。バンシーじいさん。バンシー伊藤は、愛しき我が家である近頃へ戻ったようだ。たまに香ばしい匂いを漂わせながら、苦情感を訪れる日もある。もちろん飯をたかるためだ。みんな元気でやってるんだね。いいんじゃないですか、みーちゃん。さてと、休憩を終えると部屋の隅に置かれた作業台へと向かう。あれ、メリーはこの2ヶ月のうちにいつの間にか元の姿を取り戻していた。霊的な力は完全に戻っていないが、つくづく恐ろしい人形だ。長い年月彼女の力を封じ続けるには、ただ念じ物を埋め込むだけではいけない。さまざまな霊的な対処を行う必要があった。その準備に時間がかかってしまったが、それも今日で終わる。おう、何をするんだ。すべての作業が済んだ後、メリーの中へ念じ物を埋め込んだ。これでようやく終わった。本当に服を着せたメリーを抱えると、霧の箱へと入れた。5年前、この箱を開けた時から全てが始まった。あ、メリーさん。薄暗い箱の中で、メリーがこちらを見ている。今の彼女に意志があるのかどうかはわからないが、数十年後には、念じ物が力を失って、力を取り戻すのは間違いない。それまでに必ずこの呪われた人形を滅ぼす方法を見つけてみせる。その日まで、おとなしく眠っていろ、メリー。終わったか。あ、終わった。グッドエンド。あ、終わりましたね。まあでもね、まだ第6章というのがあるらしいので、ね、
はい、ということで、ちょっと待ってくださいね。タイトルに面影が追加されました。はあはあ、セーブ中です。あ、終わってないのかな。そして事件からしばらく後の九条館にて、はい、え、終わったんじゃないですか。もしかしてこのままもう第6章、噂の第6章とやるにもう行っちゃう感じかな。ささやくような虫たちの声が、ちょっと待ってください。これちょっとやってると時間ねえな。これやってると、そうですね、多分これ第6章の始まりだと思うので、どうしようかな。まあそうですね、切りも良さそうなので、本当にね、本当にバッチリ切りも良さそうなので、今回この辺で終了させていただきたいと思います。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そしてここまでお付き合いくださりましてお疲れ様でした。ありがとうございました。そうですね、一応ね、本編、第1章、花彦くんから第5章観音兵までを一応まあ本来の、シーンの本編ということで、もともとね PS ビータ版で発売された時がこの第1章から第5章までという形構成だったらしいの で今のね一応エンドロールがちょっと流れたんですが、まあ一応ね、一応ということで、まあそのどうですかね、今年の1月から、そうですね、このシーンの動画をちょっとアップさせていただきました。で今が6月なので、まあそうですね、足掛け5ヶ月ですね、渡って死因というゲームを、まあそうですね、出させていただきました。まあただね、まだ第6章がね終わってないので、このご挨拶をするのは今じゃないですね、多分今じゃないので、まあそうですね、一応1月からもう6月、今6月なんでね、5ヶ月ちょいですか、やらせていただいたという一応途中経過を今ちょっとねご報告させていただいたということで、ごめんなさい。で多分次回からね、第6章、ね、タイトルが、雨の赤ずきんっていうタイトルらしいので、それをねまたやっていくっていうか、その動画を、ね、出させていただきたいなと思います。というわけでして、そうですね、自分ですが、これ以外にも他にもあのシリーズ動画ですね、いくつか出させていただいておりまして、ウィッチャー3ワイルドハント、オオカミ絶景版、アサシンクリードオリジンズ、ディスカバリーツアーで、あとファイナルファンタジー15に、ザ・シルバーケースと出させていただいております。でそれ以外にですね、不定期なんですが、ニコ生および YouTube の方で、ブロードキャスト配信させていただいております。でブロードキャスト配信させていただくにせよ、今回みたいに、ね、動画をアップさせていただくにせよ、必ず事前に自分がやらせていただいております。 Twitter 等でご報告させていただいております。毎回動画説明欄ですね、自分がやらせていただいております各種 SNS の URL を、リンクっていう形でもって貼らせていただいております。沖の方がも気になりましたので構いませんので、もしよろしければぜひそちらの方もチェックされてみてください。よろしくお願いいたします。で、今回ですね、奇跡的にもこちらの動画をご視聴くださった方の中でね、自分みたいなのもいいなと思っていただけたらでね構いませんので、チャンネル登録、また動画の高評価等ぜひよろしくお願いいたします。というわけでして、今回小小生キマイマン37がお送りさせていただきました。シーン、動画本数的に言うと34本目ですね。これで終了させていただきたいと思います。そうですね、自分ですね、毎回シリーズ動画ですね、出させていただくときは、2本ずつ出させていただいておりますので、次回は35本目あるいは36本目ということで、よろしくお願いいたします。改めまして、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そしてここまでお付き合いくださいましてお疲れ様でした。ありがとうございました。また次回あるいは別の動画にて、皆様にお会いできることを楽しみに、今回はこれで失礼させていただきます。ありがとうございました。バイバイ。